皆さんこんにちは。 NGO 世界を見つめて、今日もお送りいたしますダイアログフォーピープル代表理事フォトジャーナリストの佐藤圭です。そして今日もご視聴いただくのが圭さん、よろしくお願いします。また皆さん、はい、今日もご覧いただきありがとうございます。同じく担当します鎌倉幸子です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今回のこの放送、配信されるのが8月頭以降になると思うんですけれども、もうすでにこの収録している7月中旬からもう真夏日ですよね。すごい暑さだ。今日暑いですよね。はい。で、この蒸し暑さと時折降るスコールなんかを体験すると、僕は本当に東南アジアの国々を思い出すんですよね。ああ、わかります。ちょうどですね、はい、私も今日ちょっと話にもあるカンボジアとちょっとオンラインでですね、はい、先週話したんですけど、今もうスコールがやはりすごいと。で、そうなるとインターネットがダメになるので、あ、ちょっとオンライン会議は無理と言われたのを思い出しました。なるほど。スコールで交通だけではなくて、もう本当に通信網までダメージを受けてしまう。はい。で、この湿気、本当に日本にいるとなんか嫌だなっていう気はするんですけれども、どこかこう東南アジアに行った時のことを思い出させるような気候だなとも思いつつ、今日はそうした東南アジアの国の話も聞けるということで、どうぞ皆さんもよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。この番組は毎回日本の NPO や NGO で働いている方をゲストに招いて、現地での活動やゲストの方の思いを伺う、そんな番組です。で、圭さん、やっぱり現地での活動だけじゃなく、そこで働いている人の思いを聞けるってすごいなんか貴重な機会だなと毎回思いながら聞かせてもらってます。そうですね。いや、本当に特にコロナでなかなか海外に行けない中、本当に貴重な機会になってます。でもう今回で6回目ということで、あっという間でしたね。いろんな国を見てきました。はい、で、今日はまたアジアの国で、国じゃなくまた難民キャンプですか、そういう話を聞けるということで、すごい楽しみにしてきました。はい、ということで本日のゲストをご紹介いたします。公益社団法人シャンティ国際ボランティア会の事務局長、山本恵里さんをお迎えしております。山本さん、どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今ちょうど鎌倉さんともこの日本の暑さが東南アジアっぽいよねっていう話をしてたんですけれども、どうですか、山本さん。そうですね、本当に私も、日本に戻ってきたのが2015年16年なんですけど、はい、の気候が本当に東南アジアに近づいているなと感じています。東南アジアの国々に滞在されることが長かったんでしょうか。そうですね、一番長かったのがアフガニスタンなんですけども、はい、タイですとか、あとカンボジア、はい、とかそういった国々、ネパールですとか、はい、はい、滞在してました。はい、今日はそのカンボジアについても後ほどお話を伺えるということで楽しみにしております。それでは早速なんですけれども、シャンティの活動について、活動全般について山本さんの方からお話を伺いたいと思います。パワーポイントの準備をしてきていただいているということですので、そちらを見ながらお話しいただければと思います。よろしくお願いします。はい、公益社団法人シャンティ国際ボランティア会は1981年に設立して、今年でちょうど40年になります。私たちシャンティはですね、サンスクリット語でシャンティというのは平和というのを意味するんですけれども、共に生き共に学ぶことができる平和な社会を実現したいと考えています。一人一人が考える力、想像する力を支え、共に社会や生活の問題を解決していく団体です。でシャンティは現在1565人の会員の方と、海外を含めて職員総勢172人の団体なんですけれども、私たちの活動の多くはですね、個人、団体、会社などさまざまな方々に支えられています。うん、でシャンティの主な活動は教育支援活動なんですけれども、教育には人生を変える力があると信じてやっておりまして、貧困や紛争などで学ぶ機会を失った子どもたちに学べる環境を整えています。本、人材育成、場所の整備といった活動を軸にですね、公教育、学校外教育で支援活動を行っています。で公教育支援では、学校建設、読書推進、図書館支援、人材育成など公教育の環境整備だけではなくてですね、質が向上するような支援を行っています。学校外教育につきましても支援に力を入れておりまして、やはり多くの国で子ども向けのですね、教材だったり本が不足する中で、
その国に伝わるお話をもとにですね、絵本や紙芝居の出版をしたりとか、学校に行けない子どもたちも参加できるような、居場所作り、移動図書館活動などを行っています。また、シャンティでは国内外で緊急人道支援を行っています。最近では緊急下であっても子どもたちの学びの機会を守るべき緊急下の教育支援事業に力を入れています。うん、開発支援に取り組んでいる、まあ、私たち団体だからこそ見えるシームレスな支援というのを、心がけておりまして、緊急時においても社会課題の解決につながるような、活動展開を意識して、行っております。で、国内では平時における減災防災の取り組みなども行ってきています。で、そしてシャンティ、私たち40年を迎えるんですけれども、取り巻く環境が大きく変化する中で、日本国内における社会課題にも目を向けています。海外の知見、経験をですね、生かして取り組める分野として、日本国内で支援に携わる団体さんと連携させていただきまして、昨年より在日外国人の支援事業というのを展開しています。で、具体的には東京の豊島区で、生活法的支援による生活安定支援だったりとか、外国ルーツの子どもたちを対象にした居場所作りというのを行っています。で、コロナ作りでですね、この居場所っていうのはオンラインで、試行錯誤しながら、行ってきています。このようなシャンティの活動なんですけれども、海外では6カ国8地域に広がっておりまして、まあ、そういった活動がこれからか日本にも広がりつつあります。で、シャンティなんですけども、1981年の難民支援をきっかけに、40年間多くの方々のご支援をいただきながら、走り続けてまいりまして、これまでですね、幼かった子どもたちもですね、この間成長しまして、シャンティの活動で育った子どもたちが、教育の道へ、まあ、教育の道についてくれるなど、学びの思いがですね、着実に次世代に受け継がれておりまして、まあ、教育支援というのはやっぱり時間を要するとともに継続していく必要があるんだなというのを今改めて、感じています。ありがとうございます。今いろいろスライド、お写真もこちらで見させていただきましたけれども、僕なんかも本当に取材でですね、やっぱり学校であったり図書館であったり、そうしたものがないような場所に行かせていただいたときに、こう移動図書館、もうそれが来るだけで子どもたちがどれだけ喜ぶのかなっていうことをちょっと想像するような写真でした。鎌倉さんはどうでしょうか。はい、教育支援をやっている NGO ってたくさんあると思うんですけども、やっぱり山本さんのスライド見て、シャンティは本とか図書館っていうところが、まあ、他の団体と違って結構ユニークな点かなと思いました。でもやっぱりアフガニスタンとかもやはりもう大変な中でですね、図書館事業やったりとか、まあ、カンボジアだともう図書館も破壊されて本がなくなった国での図書館、うん、そういう国で図書館とか本の活動をやるって言った時に、ちょっと現地の方の最初のこうなんか印象というか、最初どういう感想を持たれたんですかね、現地の方は。そうですね、やっぱり現地の大人の方々がもう子どもの頃、もう今現在まで本っていうのを手にしたことがない、まあ、特に絵本ですとか、まあ、そういった方々がほとんどなので、やっぱり言葉で絵本とか図書館って言っても通じないことが、まあ、やっぱほとんどの国でありますよね。はい、でもその活動がなんか定着したというのは、その本とか図書館っていうのが、まあ、大人の方も通してこう理解していただいたのかなと、うん、はい、思ってます。いや、今ちょうど鎌倉さんからもお話ありましたけれども、まあ、カンボジアもまさにこう政治的な動乱であったり、こう本当戦争によって、うん、まあ、いわゆる知識というものが封じ込められた歴史の持った国というのがあるわけです。で、このシャンティさん、実はその活動の原点がカンボジアということでですね、ここからはそのカンボジアでの活動についてお話を伺えたらと思います。よろしくお願いいたします。はい、先ほどシャンティの紹介で少し触れさせていただいたんですけども、シャンティの活動っていうのは40年前内戦のために発生したカンボジア難民の支援から始まっています。
で、この難民支援なんですけれども、まさにシャンティが教育支援を開始するきっかけとなりました。で、当時食料や医療の支援がですね、中心だったこのカンボジア難民キャンプの中でですね、やっぱりそこには本を中心とした教育支援活動がまあ必要と感じたところとしましてはですね、やっぱり人は衣食住さえ満たされていればそれで良いのではなくてですね、やっぱり人間としての生きがいだったりとか尊厳が大切にされなければいけない、まあ、そういった強い思いを、感じたというのが教育支援のきっかけになっていると、私たちの教育支援のきっかけになっています。で、はい、当時ですね、この難民キャンプに到着した移動図書館舎にですね、たくさんの子どもたちが集まってきたんですけども、子どもが1ページに夢中になって本を読む姿っていうのは当時の、表現を借りるとですね、まるで蚕が音を立てて桑の花葉を食べているようだと言われています。やっぱり紛争によって抑えられていた子どもたちのですね、知的好奇心がですね、やっぱ絵本とともに再び湧き上がっていったと、に思っています。で、そんなカンボジアはですね、やっぱゼロからの本当に復興になったんですけれども、内戦によって自国の文化がですね、破壊されて、教育の機会を失ってしまった人々に対して、まあ、その後、国内における教育文化支援活動を実施してきています。で、職業訓練センターだったりとか図書館事業、仏教経典の復刻など伝統文化事業、そして、まあ、貧困層の方々が住むスラムでの、教育支援事業っていうのを行ってきています。で、まあ、こちら当時の、学校の写真と、支援後の写真になっています。で、今もですね、続けているんですけれども、まあ、私たち公教育と学校外教育っていうところで力を入れてるんですけれども、公教育においてはですね、やっぱ未来に夢を持てる小学校を目指してということで、これまでですね、13州で約280棟の校舎建設、22棟の校舎修復、32棟の図書館建設の支援を行ってきています。で、やっぱりすべての人々に教育の機会をということで、学校外教育にも力を入れてきておりまして、図書館活動を通じたコミュニティ学習センターといった活動も展開してきています。やっぱり私たち教育の機会を失って読み書きができないっていうことのですね、不便さっていうのが、まあ、なかなか伝わらないんですけれども、はい、処方箋とか重要な契約書が読めないよとか、こう読めないよっていう、まあ、そういった生活上の問題だけでなくてですね、やっぱり自分の名前が書けるっていうことの、まあ、やっぱり喜びっていうのは自己肯定感の向上だったりとか、さらにいろんなことを学ぼうっていう意欲につながるっていうふうに考えています。で、今こうして教育支援に力を入れてきているんですけども、今現在ですね、長く小学校支援に携わっていた中で、今幼児教育の質の改善事業っていうのを行っています。で、カンボジアはやはりですね、私たち支援してもう20数年、経つんですけれども、小学校の就学率は向上しているんですが、卒業する子どもたちが減ってしまうのは経済的な事情だけではなくてですね、やっぱり幼児期の発達の、にどう過ごしたかっていうのが重要だって言われています。で、幼児教育っていうとどうしても英才教育にも捉えられてしまうんですけども、まあ、遊びや環境とした学びの概念をですね、これは日本の保育でも取り入れられているんですけれども、紹介して、子どもたちの、発達にですね、必要な環境を整えていくということを、カンボジアの教育省と、日本のですね、専門の、方々の協力で行ってきています。カンボジアの小学校、公共の小学校のほとんどに幼稚部っていうのが併設され始めているんですけれども、やっぱり小学校の先生が先生になることが多いんですが、教育活動の進め方なんですね、やっぱり幼児教育に即したものを先生たちと相談しながら考えてい いると、そういうことを今行っています。それと同時にですね、やはり、
学校外教育というのも今カンボジアでは必要、とても必要じゃないかなと私たちは考えていまして、図書館を通じたコミュニティ学習センターというのも支援をさせていただいています。うん、でこちら、まあ、よく日本だとちょっと公民館だったりとか、まあ、児童館だったりとか図書館だったりとか、いろんなそういった施設の複合的な役割を、まあ、集約している、まあ、センターになっているかなと思います。うん、まあ、やっぱり教育の機会を得られなかった住民の方々がですね、ただ知識、能力向上することによってで自分たちのまずは、日頃のですね抱える生活の質を改善していくことを目指しています。 ですのでここではですね住民向けの活動だったりとか、まあ、本当に地域のスポーツ活動に使っていただいたりとか、識字教室だったりとか、その地域の必要とされている、まあ、農業だったりとか、まあ、そういった知識に役立つですね活動をですね住民の方々と一緒に考えながら実施させています。はい、はい、ありがとうございます。この幼児教育というものがこう学習の継続のために非常に大切だっていう話が非常に心に残ったというか、まさに日本でも今そうしたことが見直されているところだと思いますけれども、本当に長く活動されてきたからこそ感じられたことなのではないのかなと思います。本当に教育ってすぐ結果が出るものではないので、こう40年かけてシャンティさんが見てこられたことっていうのはより深く本当僕も知りたいなと思いました。そして現在のカンボジアについても少しお話を伺いたいんですけれども、このように様々な困難を乗り越えてきて、ここまで様々な団体が関わってきて、また自国民の方々がそれぞれ教育であったりコミュニティセンターを作ってこられたカンボジアの中で、今現在抱えている問題、現在の状況というのはどのようなものなのでしょうか。今現在のカンボジアの社会情勢というのを少し、お伝えいたしますと、まあ、やっぱりカンボジアってすごく復興、戦後のですね、紛争後の復興をとてもこう成長してきたっていうか、ある意味こうもうモデルケースの国じゃないことをずっと言われてきたと思うんですね。で、まあ、そういった中でですね、確かに経済発展だったりとか非常に伸びてきたところっていうのはあるんですが、まあ、やっぱりここに来てですね、こう今なおいる貧困層の方々のボトムアップだったりとか、やっぱり社会が成熟していく中で、やっぱりどういうふうに民主化に達成していけるんじゃいけるのかっていうところが非常に新しいですねカンボジア の, 社会の、まあ、問題としてあるかなというふうに、感じています。で、まあ、特に鎌倉さんとかもすごく長くいらっしゃったので、長くいらっしゃった方、カンボジアに関わった方でやっぱり一つ衝撃だったのは本当にカンボジアデイリーっていう、本当に長い間カンボジアの情勢を、まあ、中立な立場で、まあ発信してきた新聞がですね、やっぱり今閉館に追い込まれたっていうのだったりとか、うんうん、あとはですね、まあ、今現在コロナの状況で、まあ、ロックダウンっていう形になっているんですけれども、まあ、そういった中でですね、やっぱりいろんな法改正が行われているんですけれども、まあ、それが本当に、まあ、人権をですね、まあ、しっかり尊重 しうるものなのかとか、まあ、そういったところはですね、今後やっぱりコロナ後のですね、カンボジアっていうのもまた追っていかなければいけないところかなと。うん、今本当にカンボジアってずっとコロナ結構抑えていたんですが、やっぱり感染が少しずつちょっと広がっているところもありまして、はい、もロックダウンをしたりとか、まあ、ワクチン接種をですね、国民に、進めてきているところかなというふうに、うん、思っています。このカンボジアの中での例えばこう社会の中での貧困層の比率みたいなものというのはどのようになっているのでしょうか。はい、で今カンボジアの、
まあ、データによりますと 35% が、まあ、いわゆる貧困層で 21% が潜在的貧困層って言われていて、でこの潜在的貧困層っていうのは、まあ、例えば、まあ、こういったコロナみたいな病気が蔓延したりとか、まあ、災害があったりとか、まあ、ちょっと経済が、うん、悪化したりすると、まあ、すぐに貧困層に転落してしまいますよっていう、そういった層の方々っていうのは 21% で、これを出すと意外とやっぱりカンボジアってまだまだ、すごく貧困課題っていうのが根底に、まあ、あるなっていうところが、はい、ご理解いただけるかなと思います。ありがとうございます。まあ、半数近くが脆弱性を抱えていて、この社会不安みたいなものがまたどうなるかという、そうした課題を抱えているということですけれども、こちらカンボジア、鎌倉さんにとっても非常にこう大切な思い入れのある国の一つだと思いますけれども、ここまでお話伺ってみていかがでしょうか。はい、ありがとうございます。もう本当にカンボジアに9年いたんですけども、最後日本に帰ったのが2007年で、まあ、逆に言うともうすごい様変わりしてる国だっていうことはニュースでは聞いていました。ただやはり山本さんの最後の貧困層の話を聞くと、でまたその人権がメディアがやはりちょっとかなり封鎖というか閉鎖されたりとかいうニュースも聞いたりとかすると、なんかこうやはりこう危うさというか、そういうのがまだ残ってる国だなって思いました。逆にその開発がスピーディーに進んだからこそのなんか歪みだったりとか、実は取り残されてる人がすごいいるんだなと、なんか話を聞きながら、感じました。であとちょっと私、山本さんの話聞いてすごいこう心が温かくなったエピソードが、やっぱりこう例えば本をお渡しして文字をお伝えするっていうことは、まあ、まさにこう読み書きができていい仕事つけるとかですね、やっぱりいい生活が送れるって思いがちなんですけど、山本さんが言ったその、ね、教育受けれなかった、まあ、写真に写ってたお母さん方がですね、自分の名前をかけた時にすごいこう自己肯定感というか、私の名前はこうだったのかってい う, こうアイデンティティというか、そこがこうを感じられたっていう、自己肯定感を感じられたって、なんか何よりも大切なこと、生きていく上で大切なことだなっていうことを感じながらお話、伺いました。本当そうですね、お母さんたちが本当に嬉しそうにあれを書いて、最初はまさか文字が書けるなんてっていうところから、やっぱりもう 目がこう輝いてくるというか、まあ、やっぱそこからやっぱりもっともっとできるんじゃないかっていう、まあ、そういうふうに思っていくっていうのがまず第一歩かなっていうのはすごく思ってましたね。そうですよね、まあ、私もシャンティ国際ボランティア会にいたので、まあ、よく聞いてたエピソードってやっぱり街中を歩いてもなんか字が読めないと、読めないことに劣等感を覚えて、こういつも下ばっかりを見て歩いてたけど、文字が読めるようになって初めて頭をこう空に向けた時に、ね、初めて夕日が綺麗だと思えたっていう、なんかそういうエピソードがあって、あでもそういうなんか喜びってすごいこう生きる原動力だなって、思います。ありがとうございます。きっとお二人の間ではカンボジアトークを始めるとこのままいくらでも喋れてしまうしかないとか、ね、危ない危ないいやいや、にじみ出てきてるそのお話ももっともっと深くお伺いしたいところですけれども、お時間が迫ってまいりました。前半はこのあたりで終了にしようと思います。そして次回後半はですね、鎌倉さんに司会進行を代わっていただきまして、難民キャンプについてなど、前半のこのカンボジアのお話からさらに視野を広げて、アジア全体でのシャンティさんの活動についてもお伺いしていきたいと思います。鎌倉さん、山本さん、次回もよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。それでは皆さん、また次回の NGO 世界を見つめてでお会いしましょう。ありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録やご評価をいただけますと幸いです。またこのチャンネルは皆様のご寄付に支えられております。ご支援ご協力よろしくお願いいたします。